プリキルが本日デビューしました。おめでとうございます。おめでとうございます。ついに来たって感じですけれども、ね、長かったようであっという間、あっという間にデビューがやってきました、うん、そしてなんとデビューの前日まで怒涛のダンスカバー動画の供給が、はい、うん、素晴らしい、はい、ありましたので、今日はその感想について話していきたいと思います。プレミアの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。もうデビュー日は皆さん、昨日の12時はジャンプしましたか？はい。いい返事。しました。しました、私も。iPhone で、秒針出るじゃない、うん、はいはい。ビーって、それを見て、うん、はい、ちょっと2回したけどね。私もうちょっと、耐久時間あると思ったの、飛んでる時間が。すぐ地上に戻ってきました。そうそうそう。私もね、結構すぐ地上に戻ってきて。着地しか早かったから、はい、もう1回した。はい、着地して私はおめでとうって、なんか空に向かって言いました。なんかね、ちょっとね、気づかなかったら、もうしょうがないなと思ったんだけど、うん、はい、気づいちゃって20分前ぐらいに気づいちゃって、うん、絶対動画で話すから、はい、これでしてないっていうのも嫌だし、うん、嘘つくのも嫌だから、そうですね、やったのって言われる方がいいから、うん、真面目にやった、うん、真面目に。でもツイッター見たら結構ね、ジャンプするって方いらっしゃったんですよ。あ、本当？そうそうそう、だからね、仲間いっぱいいるんじゃないかなと、うん、本人たちやってるかな、大丈夫かな、忘れてないかな。忙しいからな、今だってあんな取材結構前よ。そうですね、そうよ、だから覚えてないかもしれない、うん、ね、もう仕事いっぱいありますからね。そう、だからプリキルちゃんたち、やったの、答え教えてっていう。どうですか？そうそうそう、何かのインタビューで答えてくれるかも、答えてくれたらいいね、やりましたとかね、そう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 、言ってくれるかもしれない、ね、なんかね、上がったらいい、ね、動画が回ってたりして、あ、なるほどね、うん、そうですね、うん、ビハインドみたいなです、そう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 、撮ってるかもしれない、自分たちで回しててもいいし、うんうん、結構なプレミアがジャンプしたと思いますよ、しますよって言ってくれてる方もコメントでいらっしゃったから、うんうん、その方たちがやったかどうか正直に答えてください。ありがとうございましたとか。そう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 。じゃあちょっと5分ぐらいに飛びましたとか。そうそう。教えていただきたいですね、うん。で、なんとダンスカバーですよ。素晴らしい。びっくりしたね。びっくり。マニアック出たから、ちょっとしばらく開くのかななんて思ってましたけど、うん、ね、うん、まさかこんな直前に4本。なんだっけ、動画チェックしよっかと思って YouTube 開いたら、えってなったのね。あったってなって。あったって言って、BTS のバターのパターンね、2バージョンとダイナマイトも2バージョンありましたけれども、一体いつ練習したんでしょうかっていうぐらいのスケジューリングなんですけど。ほんとね、どういうことなんだろう、どういうスケジュールなんだろう、ちょっとペラで見せてもらいたい。だって年末にフープリで多分メンバー決まってるわけじゃないですか。うんうん、放送はまあ年明けだったと思いますけど。そうね、12月に決まってるね。うん、すぐ韓国きっと年明けぐらいに行ったんですかね。行ったんだろうね。1月2月行ったんですかね。うんうん、ダンスカバーそもそもいっぱい出してたじゃないですか、うん、でデビューの準備もあるしね、 MV 撮影して取材してとか、うん、あれこれやってる間にあっという間に4月だと思うんですけど、うん、帰ってきてからだろうね、帰ってきて練習したんですかね、で1日2日でできないですもんね、そうね、だからまあ全部を韓国で済ませてきてたら、うん、帰ってきてからちょっと余裕があるのかもしれないし、あーなるほど、うん、でも日本のメディアの取材はありますもんね、あるある、だからすごいなと思って、すごいと思う、その忙しい合間を縫ってね、えだから本当に上手になったんだと思うよ、うん、そうじゃないとできないじゃない、このスケジューリングでできないと思います、この短期間でね、うん、FNC バックのやつは韓国じゃない、うん、で課題曲みたいな感じでもう、もうすごくこう、ね、スパルタで練習したんじゃないかな、うんうん、そうかもしれない、だからもうその流れというか、うん、そのスケジューリングでこなせるようになってきたんじゃない、なるほど、韓国で韓国アイドルってすごいじゃない、韓国アイドルのスケジューリングすごいですからね、寝ないですからね、そうでしょ、80年代アイドルみたいなやつでしょ、そうそうそう、そうですよ、うん、だからそのもう体に染み込んで帰ってきたから、帰ってきたんだ、うん、すごいですね、やれたんじゃないかな、ねー、だから運営さんもすごいなと思って、うんうん、このバンバン出してね、そうよね、うん、それだけお相手しなきゃいけないわけだから、いろいろこう編集したりね、いろいろこうやるわけじゃないですか、だからすごい頑張りを感じますね、運営さんも、フープリの時いろいろ言ってごめんねってちょっと思いました、ね、変わってんじゃないのスタッフは、変わってるのか、うん、ちょっとまた違うのかもしれないですね、デビューしてからはね、でもやらせたくなっちゃうんだと思うよ、そう私も思いました、うんうん、だってもうね可愛いから、そうそう、で上手だし、うんうん、見せたい、みんなに見せたいって思ったら、私たちだけ見んのちょっともったいないってなるやつ、うん、どんどんこう見せたいっていう気持ちは分かりますね、うちの子見てる状態だと思うね、うん、だからこれなんだと思うね、うん、よかったですね、よかった、全然動画の話問題に入ってないですね、まあ、バターですよバター、うん、まさかここで BTS をね来ると思いませんでしたね、私思ったんだけど、うん、本当にリンちゃんとかナナちゃんが生き生きしてたの、生き生きしてた、好きなんじゃない BTS、 きっとそうです ね、 そうね、インタビューでも答えてた時あったんじゃないかな、うん、だから BTS やれるから生き生きしてんじゃないかな、好きなアーティストのダンスカバーだから、あ、なるほどね、あ、そうですね、うん、
なんか楽しそうでしたね。楽しそうだった。何よりこのね、うん、2曲やってる姿が、うん、素晴らしい、うん、でちゃんとあの黄色の照明もできますよっていう、ね、そうピンクだけではございませんよっていう、やっぱ言った通りでしょできますで来るよって言ってできます、うん、あ黄色もありますかっていう感じでしたけど、うんうん、バターだからね、ねバターだけにね、うん、でバンダナと、まあ、リボンしてたのかな、可愛かったですね。で一人一人結び方も変えて、うん、ちゃんとあの黒でそのまま行ってほしいなって前回の動画で言ったんですけど、そうね、その通りになっております、うん、よかったよかった、うん、衣装は変えずにヘアスタイル変えてね。そうだから私たち好きじゃないヘアスタイル。あ好き、うん、だからもうすごい完全に見てますね。見てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。でりんちゃんポニーテール、うん、ゆきのちゃんのウェーブの下ろしてるの珍しいですね。そうだね、うん、ウェーブかかってたね。ねななちゃんお団子して、うん、でりんこちゃん下ろしてちょっとカチューシャみたいなスタイルで、うたちゃんちょっと下目のお団子なのかな、うん、可愛かったですよね。可愛かった。今回思ったんですけど、マニアックのあたりから急にね、うん、運営さんもねサムネに力を入れてる、うん、それにちょっと気づいちゃいました。だからやりようがあるんじゃない、やりがい出てきてんじゃない、うん、ねえ、うん、なんかこの字体とかも凝ったりしてるじゃないですか、うん、ちょっとね楽しくなってきたんだけど、ね、楽しくなってきたなっていうのちょっと感じます、うん、私たちも分かるじゃない、分かる、ちょっとこなれてきたらサムネちょっと頑張るじゃない、そうそう頑張る気持ちが分かる、うん、そう、うん、サムネ大事ですからね。そうよ、だからね楽しくなってきたんだ、ね、運営さんの気持ちが分かる分かる、うん、もう本当にねあの表現力がすごいですね、うん、表情もいいし ね、表情管理が素晴らしいですね、うん、なんか絶対苦しいはずなのに苦しさを感じないというか、うん、やっぱりこうプリキルであることを喜んでるんだなっていうのを感じる、うん、そうですね、だからちゃんと感謝する子たちなんだと思う、うん、もういい子なんだと思う、いい子たちですもん、結局、うん、ゆきのちゃんりんこちゃんペア、ゆきりんこペアがあの、ね、両手合わせてるところがあるんですよね、バターだと、うんうん、あれがねいいですね、可愛いね、ポジショニングが5人で重なってるけど、うん、誰が誰っていうのは7人じゃないから、はいはいはい、けどポジションやってるポジションすごく似合ってたね、うん、どれもね、もうウンギョン先生が考えてくれてるんじゃないですか、やっぱり関わっててほしいね、関わっててほしい、うん、まだ何より楽しそうなのが一番いいんですよね、うんうんうん、プリキュルがね、うん、でダイナマイトも2種類、通常バージョンとホワイトスタジオバージョン、うん、ダイナマイトなんかもうすごいよ、いろんな色でできますって言って全色出してきましたよって感じですよね、うん、ちょっと7色になってましたから、うん、通常版 ねまたちゃんと髪型も変えて、そうなの変えてた、変えてメンバーカラーのバンダナもして、うん、そうなのバンダナメンバーカラーよね、そうですよね、うんうん、でリストバンドもしてました、メンバーカラーも、うん、ちょっとずつ変えてきてますよ、ヘアスタイルね、このダイナマイトの方も可愛かった、リンちゃんの三つ編みいいですよね、よかったね、うん、でナナちゃんお団子で、ゆきのちゃんツインテールですよ、でうたちゃんハーフアップして、りんこちゃんお団子かな、ちゃんとちょっとずつ変えて、そうなのよ、えらい、これ大事ですよね、うん、まとめ撮りじゃないっていうことよ、あそうですね、うん、韓国のやつはまとめ撮り、もう私たちの中でもう確定してる勝手に確定してるけど、まとめ撮りと確定しております、うん、はい、これはもうね毎回ちゃんと置いてやってる、うん、丁寧にやってるんじゃないかなっていう感じしますよね、うん、で足がすごい綺麗に上がってました、みんな、うん、こう本当にこうストレッチとか、うん、そういう基礎体力つける訓練もちゃんとしてんだと思う、あしてそうですね、うん、なんか体幹鍛えてるんでしょうね、そうだと思う、柔軟もしっかりやって、ね、プロフェッショナルにやってんじゃないかな、うん、やってるな、ストイックな子たちだからな、うん、学校どうなってんだろう、そうなんですよ、それだけちょっとそれだけちょっとね気になってるんですよ、こんなにスケジュール詰め詰めで学校ちゃんと行けてるかしらっていうね、うん、通信なのかな、あ高校生組は、そうそう、でも中学生組いますからね、そうだよね、そうなんですよ、行かないといけないよね、でも春休みにいろいろわーってまとめてお仕事したのかもしれないですけど、そうだ、ねうん、でもまあでゴールデンウィークに合わせたのか、ゴールデンウィークの休みがあるから、うんうん、ちょっとした取材みたいなものも休みの間にできるから、ね、詰め込んでいるかもしれない、そうだね、じゃあ韓国は夏休みだね長期休みごとに韓国しますね、そうその後よ、だから夏休みに取るから秋よ、あ秋か、うん、5月から秋まで空くか、秋って言ってもだから7月8月にやれるから9月かな、あそうですね、遅くて10月、なるほど、次のスケジューリングも学校ありきで組み立てて、そう学校ありきですよ、これが正解よ、でもいやもうそれだったら待つから、全然待つ、それが理由ならプリキュルの勉強が忙しいんでって言われたらそうですよねっていう、そうもう勉強優先してくださいって言いますよ、うん、そうよ、だからね7月とかやられるとちょっと大丈夫なの、どういうスケジュールでやったのっていう、期末テストとか大丈夫なのみたいな、そう確認しちゃうからそれだったら夏休み取りました感があった方がいい、はあ、あった方が、あ夏休みにいっぱいやったんだなっていうね、そう学校がある期間はもう学校行っていただいて全然 OK ですよね、うん、それが安心で今日は
もう日テレプラスで特番がなんと3時間ありますよ。しっかり映りました。代表のお家でもしっかり見れましたね。そうそう、諸事情があって実家に来てるけど、はい、ちゃんと日テレプラスがあったあったありましたね。諸事情があって実家で収録してるよねこれね。これで代表のご実家にちょっとお邪魔して収録しているんですよ。そうそうそう、おばあちゃんの部屋で、おばあちゃんの和室で、おばあちゃんの部屋をお借りしております。畳に座ってやっております。やっております。全然なんかさ、収録とか撮影って感じの雰囲気じゃないですよね、うん、本当にこれね、 iPhone で撮ってますから私たちの音声。そうよ、いろいろ試した結果 iPhone が一番良かったんですよね。一番いい、うん、IC レコーダー出してきた、全然古くてね、うん、全然ガッサガサ、全然音がいまいちだったんで結局最新の iPhone が一番っていうことになってお届けしておりますけれども、今日はもう日テレプラスを3時間見てもう楽しむということで、はい、その感想ももちろん動画で出しますので、はい、はい、また見ていただければと思います。